日本の次期戦闘機に巨額な開発費が必要とされ、日本とイギリス、イタリアでの共同開発に踏み切った日本に、さらなる問題が発生。今回は、F3 戦闘機で必要となる、ジェットエンジンを担当する IHI 社の現状を詳しく見ていきますね。次期 XF9 は、マジでヤバい状況です。現在開発が進められている航空自衛隊の F2 戦闘機後継となる次期戦闘機は2022年12月にイギリス、イタリアなどが開発を進めていた次世代戦闘機テンペスト計画との共同開発されることが決定していて、そのエンジンについては日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社が担当することになっている。 IHI とロールス・ロイスはこれまでにそれぞれが開発してきた技術を持ち寄り、約330億円の資金で実証エンジンを製作することで合意していて、基本となる技術はロールス・ロイスが提供する将来戦闘航空システム技術構想フューチャー・コンバット・エアー・システム・テクノロジー・イニティアティブ・ FCAS-TI と、日本からは IHI が開発した先進実証エンジンXF9-1 である。ロールス・ロイスのテンペスト用エンジンに関しては、構想が示されているものの、実証エンジンは、共同開発を発表した時点では完成していない。開発担当であるロールス・ロイス社の将来計画技術部長コンラッド・バンクス氏は、開発を進めている新型エンジンについて、2021年に開催された、防衛装備品展示会 DSEI2021 において次のように語った。新エンジンの構想は、毎秒 100kg 以上の空気を吸い込み、2000°C の高温に耐える燃焼器と、ひねりの大きいファンブレードなど高効率の熱交換能力を備えるとした上で、現用の戦闘機、タイフーン用のエンジンである、同社の EJ200 に比べ、10倍以上の発電力によって、高電力を各種センサー類やシステムに供給するとしている。ロールス・ロイスは、テンペスト計画が具体的に表面化する以前の2014年から、エンジンのコア部分に直接電動スタータージェネレーターを取り付けて、高電力を生み出す研究を行っており、これは、組み込み式スタータージェネレーター、MVDET、エレクトリカル、スタートアー、ジェネレーター、E2SG 実証プログラムと呼ばれていて、バンクス氏は、E2SG を組み込むことで、容易に大電力を発電でき、これまでのような複雑なギアボックスが、不要になるため、エンジン全面面積を小さくできるため、戦闘機用エンジンには、不可欠の技術だとして、将来、この E2SG 技術は、航空用だけでなく、地上設置型のエンジンや、艦船用のガスタービンにも適用が広がるだろうと語っている。ロールス・ロイスでは、ターボメカ、ツルボメカ社との間で共同出資会社 RR、ツルボメカを設立させて、同社が製造した推力 6000LBS の二軸式ターボファン、あとは、アドールを使い、そのコアに E2SG システムを取り付ける実証試験を行っている。ロールス・ロイスの将来事業開発、ビジネス、デベロップメント、フューチャー、プログラム担当専務のアレックス・ジノー氏は、次のように述べている。ロールス・ロイスと IHI は、2020年から、共同開発による統合効果、技術上の問題、共同開発作業の日程などを含め、いかにすれば、両国の国防当局が満足するエンジンを作ることができるかについて協議を重ねてきたとして、共通のエンジンが完成すればテンペストと次期戦闘機それぞれの開発費を大幅に節減することが可能となり、数千億円にも及ぶ巨額な節減が可能になるという。両戦闘機のエンジンに関わる要件はまだ統一されていないが、両戦闘機に共通している方針は、エンジンは、推力、プ
プロパルションだけでなく、電力の供給源、つまり、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイでなければならないとの考え方で一致している。新エンジン開発の重点項目は、大電力を発電するシステムの開発である。この電力は、操縦などの軌道、ミッション、システム、レーダーや IR などのセンサー類、センソルス、フォー、ファンクション、さらには、将来のエネルギー照射兵器、ダイレクトエネルギー、ウェアポンなどの動力源に充てられる。戦闘機が必要とする電力は、F-15、イーグル、F-16、ファイティングファルコン、F-A-18E、F、スーパーホーネットなどの旧世代機で50から70キロワット、F-22、ラプターや F-35、ライトニング2などの新世代機で150キロワット前後とされ、第6世代機となるテンペストや次期戦闘機では、500キロワットの発電力を想定していて、つまり、次期戦闘機が総発を予定していることから、エンジン1台あたり250キロワットの発電能力が求められる。両戦闘機は、共に、第6世代として、第5世代ステルス機を上回る、ステルス性能を目指しており、視認性をより低くするために、エンジンは、機体からの露出が減らされ奥深くに収納される。このために、エンジンは、できるだけ小型でしかも、従来のエンジンに比べ、大きな出力が要求され、これまでのどのエンジンよりも、高温で運転され、耐熱性の優れた材料の使用と、熱管理システムの高性能化が、必要になり、そして、さらに、機体の機動性能向上のために、推力変更システム、スラスト、ベクトルイング、システムも搭載する必要があるとされている。推力変更システムとは、エンジンの排気口にセットされて、ジェット噴流の向きを変えて、推力の方向を変更する装置で、これを使用することで、補助翼や方向舵などによる、通常の方向転換では得られない、姿勢制御が可能になり、機体の軌道幅を広がって、運動性に向上が期待できて、対空ミサイルを回避する際などにも、有効な装置だ。テンペスト用エンジン構想には、この推力変更システムについての検討は、まだなされていないと見られているが、以前に、IHI から、防衛装備庁に納入された、XF-91 のプロトタイプには、アフターバーナーの後ろに、パドル式の推力変更ノズルがあり、コンバージェント・ダイバージェント、コンバージェント・ディブ・アールジャント、CD 型の可変ノズルとして、機体の機動性向上のために、さらに研究が進められているとされていた。しかし、2019年6月17日に、千葉県の幕張メッセで開催された、海洋及び航空安全保障に関連した防衛装備と、技術に関する展示や論文発表が行われるシンポジウム、MAST アジア2019において、防衛装備庁は、XF-91 に装着可能な推力変更システム XVN-31 を展示して紹介したが、このシステムはパドル式ではなくノズル式であったことで話題になっている。諸外国の最新鋭戦闘機に搭載されている推力変更システムは、アメリカの F-22 ラプターはパドル式の推力変更装置を搭載していて、同じアメリカの F-35ライトニング2や、ロシアの SU-37 や SU-57 などは、ノズル式の推力変更装置を搭載し、機動性の向上を果たしている。防衛装備庁が展示したノズル式の XVN-31 は、最大20度の角度で、推力を変更することができるとされていて、機首を上げ下げするピッチ方向にも、左右に振る用砲向かいにも、いずれに、方向にも、
ノズルの角度を最大20度で制御できることで、機体の軌道を制御することができるとされ、これはロシアの SU-57 が搭載している水力変更ノズルと同等以上の変更性能とみられている。これらのことから、XF-9 1をベースにすると予想されている日本の次期戦闘機とイギリス・イタリアのテンペストに搭載されるエンジンは、パドル式にせよノズル式にせよ水力変更システムが搭載されることになるとみられ、とりあえずは XF-9 1をベースに様々な水力変更システムを試すものとみられている。また、ノズル式水力変更システムの場合、F-35 のエンジンであるブラッド&ホイットニー社製の F-135 に装着されている3ベアリング回転ノズルのように、真下に垂直に噴射させることが可能になれば、次期戦闘機のストブルタイプの開発も夢ではないとする声もあり、日本と同様に空母に F-35B を搭載しているイギリス海軍やイタリア海軍にとってもメリットがあるとする見方もある。ロールス・ロイスの FCAS-TI は未完成ながら、同社の航空機エンジンにおける技術的な力、背景、実績は世界が認めるところであり、その一方で IHI が開発した XF-9-1 はすでに実証エンジンを完成済みで、期待通りの性能を発揮しているとの強みを持っている。この両社が共同で開発するエンジンは、おそらくは XF-9-1 を元にして FCAS-TI のノウハウを乗せていくことになると見られ、アメリカが開発を進めているとされている次世代戦闘機用エンジンである、いわゆるアダプティブサイクルエンジンとされるゼネラルエレクトリック GE の XA-100 や、あるいはプラット&ホイットニー BW の XA-101 に匹敵する強力なエンジンの出現が期待されている。